はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつもスチーム実況チャンネルをご覧いただきありがとうございます。では、今回から、新作ホラーゲーム、生放送でプレイしたゲームなんですが、はい、初見でね、シルバーチェインズという、これ多分ホラーゲームだと思うんですけど、ちょっとやっていきたいと思います。新しいゲームお、目覚めかな。ここはどこ的な。さあ始まりました。なんてことだ、木に追突してしまった。一応ね、日本語対応しております。で、さっきも言ってましたけど、ちょっとこの概要欄にないゲームを多分やると思います。はい、今回ね、ちょっとそれだけご了承ください。まだちょっと直してないんですけど。ここはどこなんだ、ちょっと直しときましょうか。ちょっと直しときますね。詐欺になっちゃうからね。ちょっと待ってくださいね。はい、変更保存しました。あー、これ館物かな。初見プレイでやっておりますが、うわー、36人の方ありがとうございます。怖えな、ほんとこういうのは。でもこういうのは夜やるといいですよね。皆さんもね、電気暗くして見ていただければ楽しいんじゃないでしょうか。それなりにね、ダッシュがもうできないよね。このすでにダッシュができなくなってるよ。よいしょ。さあ、うお、キーンキーンキーンって言われてもな。思い出してる？ボッボッ、ダメだダメだ、何がダメなんだ、やめてくれよ。僕はどうやってここに、覚えてるのは事故、そしてこの家でも。ああ、読めなかった、ちょっと遅かったか。ちょっと待って、怖いなあ。ここにいたっていうこと、最初からいた夢っていうこと、なんかよくわからんなあ。とりあえずインタラクトはできない感じですよね。お、いいキー、開けるのはいいキーか。トイレですね、これは。多分トイレですね。はい、まだなんかこう驚かし演出とかないよねこれ。あ、ジョージさんこんばんは、いつもありがとうございます。驚かし演出とかないよねこのゲームね。ちょっとね、すいません、真っ暗でやってるんでキーボードの位置を時々見失う。 I キーでインベントリを開きます。これだろう。はい、そうやってやっぱり電気つけようキーボードが見えない。スペース、私は完全に一人になってしまった。家政婦たちは全員命の危険を感じて去っ
ってしまった。彼女たちを責めることはできない。私もできることならここから去りたい。でも住んでしまったことは仕方がない。隠れることはできない。彼らの笑い、話す声がずっと聞こえてきて、私は眠ることすらできない。そしてあの悪魔のようなクスクスと笑う声、頭がおかしくなりそうだわ。全てから逃れる方法は一つしかないことは分かってる。これが最後の日記となるでしょう。さよなら。女の人だったね。あ、回転できるのか。次ってやったらいいのかな。違うか。なるほど。で、なるほど。拡大もできると。この状態からの戻り方がわからん。いい？あ、いいなんだ。なんてことだ。これ何が起きたんだ。キャンセルいいじゃないのかよ。F。日記を開く。で、ページアップ、ページダウンで、次のところに行くみたいなことが書いてあったけど。ページアップ、ページダウン聞かないじゃん。キー。なんかキー割り当てがおかしいぞ、これ。まあいいか。図書館にある鍵、そこに何があるんだろうか。あ、隠れるんだ。ああ、じゃあ。なるほどな。なんかどういうゲームなのかがこれ分かってきますよね。隠れるとかあるから。まあ、とりあえず探索ですよね。暗いな。ああ、暗いから行けないんだ。じゃあ、明かりを見つける？どっかに明かりがある。これ？これはインタラクトできない。ランプね。探しに行きましょうか。うわー、何この部屋。なんだよ、なんだよ、おい。この演出は何なんだ？うわー、怖い怖い怖い。人形だよな、これ。手足バラバラの。え、これ引いたらどうなる？うわー、何これ。怖すぎるだろ。あー、開かないんだ。でもこれをつけたことによって向こうが明るくなるとかそういうことかな。何これ。意味深な積み木。ちょっと自分の足が見える。それがまた怖い。これで明るくなったことはないか。閉めよう。ちょっとこっちはいけません。いきなり行き詰まったぞ。ランプかなんか取らないといけないんだよね、多分ね。あ、それとももうランプが標準装備されてた？ランプを取り出すしまう T じゃん。なるほど。 T でいけるのかな。ランプを取らないと T が使えないのか。ちょっとやってみよう。取らないと T は作用しないのか、やっぱり。まあそりゃそうだよね。ここも隠れるのかな。ここは隠れられない。なんかインタラクトできるとことできないとこの差が分からんけど。引き出しは開けられない。ランプってどれなんだろうな。ここは開けられない。お、なんだ？あ、ランプ。ランプがあったわ。気づかなかった。これでやっといけますね。なるほどな。あ、で、ここに穴がある。で、ここでかがむか。かがむを使うんだね。はいはい。
おお、本格的。うわー、なんか下に穴開いてるな。こっちだよな。普通はこっちだよな。誰かいますか？この家は廃墟のように見えるけど、明かりはついている。誰かいるのか？保存。あ、自動保存か。怖いな。開く。ひょっとしたら今日はこれを最後までやる生放送になるかもしれん。なんか雰囲気的にたくさんやろうかなと思ってたけど。うおー、なんだなんだ今のは一体。ワークスさん、ありがとうございます。応援ウェルカムの実績解除した。今のは一体。ここで幽霊を見たら間違いない。ここか。とりあえずこっちに行くか、ここを探るか迷うな。あー、閉まってたわ。迷うことはなかったわ。ここ行ってくださいってことじゃん。ランプいらねえや。怖い怖い怖い。応援ありがとうございます。皆さんね、週刊スチーム通信聞いてくださってるんですかね。ありがたい。応援ありがたい。まあ、PC ゲーマーたちが集えるとこってそんなにないと思うんで、コメントとかチャットしていただけると、なんか、つながれて、こっちも嬉しいんで。やっぱりなんかこう、PC ゲームってこう、なんか一人で、なんか、コツコツやるみたいなイメージがありますもんね。まあそれでもいいのかもしれないけど、ゲームなんか所詮そんなものって言われてみればそうなのかもしれないけど、何をすればいいんだ。あの子供の行方を追ったらいいのか。何にも開いてないんだけど。あ、ここは開くのか。あ、子供部屋じゃん。ベッドが2つあって違うかな。あー、でもミシンもあるから。お、なになに、なんか差し出されてきたよ。レッツプレイやかましいわ。うわー、怖い。なんかこういうのね。まあここに入ってくださいってことでしょ。あー、開かないんだ。あー、鍵がない。こっちに行けない。鍵を探すのか。行けないもんね。鍵、ああ、ベッドの下に落ちてるとかね、よくありますよね。違うな。なんか飲みかけのね、お茶があるということは、取る。家政婦たちが私の叫び声を聞き、その後モーガン先生に連絡した。私に知らせずに彼女たちは正しいことをしたのかもしれない。でも私は確かにあの恐ろしい声を聞いたの。医師に説明を試みたけどかな、彼は私の薬の副作用のせいだと思っているようだった。私が、薬を、乱用したがために幻覚の原因だったと言っていた。そして私には新しい薬が処方され、モーガン先生は新しい子供の世話係に私が正しく、薬を飲むように確認するように言っていた。もしかしたら本当に幻覚だったのかもしれない。なるほど。どうやらこの日記を書いた人物は幻覚に悩まされていたようだ。あ、エギさん、いつもありがとうございますまさか配信しているとは。そうなんですよ。これから新しいゲームをどんどん、あの、生放送でプレイして、アーカイブはメンバー限定にして、で、編集したものをまた新作ゲームとして配信しようかなと思ってるんですよね。なんで新作ゲームとかは、自分が積んでいるゲームとかどんどんこれから生放送でやっていきたいなと思ってます。まあもともとね、あの、休日生放送してたんですよ。ただ
まあ、ちょっと忙しいのもあってできてなかったんで、今後はちょっとやっていきたいですね、できれば。あ、なんか撮ったね。何を撮ったんだろうな。写真が入っているロケット、僕と誰かわからない女性の写真が入っている。暖炉の中の炭を移動させるのに使う。あー、これだね、ピンときた。これで暖炉あったよね。暖炉あったよね、どっか。どこだっけ、ここしかないのかな。かがんでここで使う、使うとかできるのかな。アイテムを使うとかってあるのかな。ランプを取り出す、メガネを取り出す、インタラクト、インベントリー、あー、使うとかはないのかな。勝手に使われるのかもしれないですね。でもなんか今出てたんだよね、これに、これに、これにしたときに、これ出てますよね、今。右に。でも、こっからうんともすんとも言わないですよね。あー、そうか。これの説明をしてるだけなのか。あー、なるほど。関係なかったか。まあいろいろ探索するしかないのかな。こっから来ましたよね。めちゃくちゃ方向音痴なんでね。でここ影があって、でこっから来たけど、なんかこっちにあった、まあこっち、あ、いけないのか。まあどこかで使うんでしょうけどね、この。でなんか鍵があったみたいな感じじゃないの、火鉢を、なんか炭を避けると鍵があったみたいな。ここにはなかったか、何も。ここにはなかったか。何もなし。こっちじゃないのか。違うね。こっち降りれない。一応なんかそこに意味深なものがあるけどね。まあそこにいずれ。あ、なんか折ってる？今光ったような気がしたんだけど。おお、自分の影にビビる。自分の影にビビる。ランプは使いたい放題なのかな？これ炎系だったらね、制限ありますけどね。全部鍵が閉まってるんだよな。え？あ、止めただけ？え、止めたらひょっとしてここが開くとか、そういうことなのか。
違ったわ。これをなんかのけるとかそういうことかな。これアイテム暖炉の炭を移動させるのに使う。うん、これ使えないよな、多分な。あ、なんか鍵がでもあるね。あそこに。右のね。今発見した。ということは、やっぱり、ここ使えてるものをのけないといけないんだよな。どうやってのけるんだろうな。すごい、全くノーヒントだからな。あ、こっちにつながってる？あれ？これなんか、あー、似てるだけか。お、なんだ？兜。あー、違う。うおー！びっくりしたー。おえで取れるの？びっくりしたー。おー、重要、裏階段の施錠を忘れず、鍵は家事室に置いておくこと、子供たちがキッチンで遊ぶことは禁止。やっぱりそうだ、あれそうでしょう。びっくり。これが今話題のバイオ8体験版ですね。でかいおばさんはいつ出てきますか？いやいやいや。バイオ8体験版だったらいいけどね。怖えな、まったく本当よ。本当によ。怖えよ。で、ここが行けるようになってるとか。行けないか。なんかある。カムイン。いやいやいや。あ、開けられる。おいー、すごい意外なところに鍵がある。はい。はい、わかりました。で、これを取る。はい、開きまーす。はい、ということで、もうお分かりですね。皆さん、ここでやることは。はい、そうです。はい、高すぎる。どっから処しなさいよ。高すぎるって言ってないで。どっから処したら、あ、ちょっと待って。あ、押すのか。でかいおばさん。よっしゃ。で、あー、そういうことね。マウスを動かす。うい。なるほど。で、裏部屋に行くってことだね。ここなのかな。あ、ここだった。お、順調。ちょっと手こずったけど、これは順調と言っていいんではないだろうか。これは折れてるだけか。こう、脱出は1階だって言いながら強制的に上に行く感じね。あそこから飛び降りて脱出したらいいんではないかと思うが、まさかの開かない？え？そんなことある？どこだ？どこにインタラクトできるんだ？教えてくれ。
え、まさか入れないってことがあるのか。で、鍵は多分一つの鍵に対して一つの扉だから、これ戻っても意味ないと思うんだよな。あ、そうか、まあ、下に降りることもできるのか。そうか、上に行く必要はなかったのか。下に行ったらよかったのか。バカだ。今叫び声聞こえたね。お、愛するハロルドが昨日この世を去った。あー、で幻覚を見ているのか。この女性は夫が亡くなった後に問題を抱え始めたようだ。あー、開かない。あ、ここ開く。おー、なんかあるよ。あー、これは違うのか。うん？ここは開く。順調に開くな。なんか建物とか、建物っていうかこのなんかねえ、廃屋の感じがすごいリアル。なんかちょっとレイヤーズ・オブ・フィアーのような感じですよね。あ、ここは、え、行けないよね。こっちから行くとか。ギシギシ言ってる。うん、なんか折ってる。あれは違うのか。ああ、あれは違うのか。外は雨ってか。ああ、インタラクトできない。まあ、ここを丁寧に見ていきますか。怖っ。後ろにとかね。背後にとかいそうだよね。怖いわ。でもなんか家族5人 ?6 人 ?7 人か。7人家族なのかな ?3、4、5、6、7人。で、お父さんが亡くなって、お母さんがおかしくなって、でも子供たちって言ってたからね、さっき。子供がいることは間違いないよね。ここは開けてはいけないよ、みたいになってるね。あ、ここもだ。開かずの間。これでもいけるんだろうね、最終的には。おお。ピーター、あなたなの？どうして戻ってきたの？うわぁ、あの人があなたを探してるのよ。ダメでしょ。え、ダイニングルームで誰かに会った小さい女の子、または小さい女の子に見える何かだった。読めなかった。彼女はなぜか僕の名前を知っていて、マザーのことについて警告してくれた。この岩は幽霊であふれている。早くここから出なければ。なるほど。あ、セリオスさん、ありがとうございます。自分にとって希望の光です。頑張ってください。ありがとうございます。希望の光、ありがとうございます。
あれ、ここもなんか食卓みたいになってるね。すごいお金持ちだな。ここ赤ない、赤ない、いやー皆さん応援してくださるので頑張りますよ。これまで頑張ってきたように、まあでも変わらず頑張るって感じですけどね。まあちょっとずつね、よくしようとは思ってるんですけどね、いろんなことを。まあ、変わらないのも勇気じゃないですか。変わるのも勇気ですけど、逆説的な感じですね。彼らが幸せだったのは本当に短い間のことだった。しまった、今ちょっと早く片付けてしまったな。蜘蛛の巣リアル弾けるんかい。うま、悲しい曲弾くのうま。奥のね、そのピアノに手が映る感じとかすごいですよね、映像技術がね。なんかこう質感を表してるっていうか、どこか違う世界でドアが開いたような感じ。そうなんだ。どこか違う場所でドアが開いた。はい、こんな感じでね、生放送の動画を編集してやっていきたいと思います。はい、エンディングまでねプレイしているので、まあ、ネタバレを見たくない方は、ちょっと動画を控えた方がいいかもしれませんが、はい、攻略も兼ねているので、行き詰まっている方は最後まで見ていただければ嬉しいです。それではまた次の動画で。ユーロでした。バイバイ。